はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌1号茶、10月の15日、北沢、未来の北沢、あれから何、いや声がおかしいな、ちょっと出てこんな、ランタンフェスティバル、ランタンフェスティバルも、無事終わり、事故もなく、まあありがたいことに、用意した料理も酒は少し残ったけど、まあ難しい、いいとこ出て、大勢の人に、ちゃんこ鍋と佐渡の酒、それからこの新潟県外の3種類の酒楽しんでもろたと自覚だねか思っております。まあ申し訳なかったのは、夕方行動が終わってそのランタンあげる時までの時間に、もうその頃に、ほとんどちゃんこが売り切れてしまうて、だいぶ暮れになってからお客さんちゃんこありますかって来て戻ったんですが、それに応えることができんかったということで、申し訳ありませんでした。なかなか、お客さん全部のお客さんに、のその期待にというか、応えることがなかなかできんっていうのが、まあイベントの時のしょうがねえんだかなとも思っとるんですけど、どんなもんでしょうか。まあそれでも鍋大きい鍋3杯にで、作って、それが全部売れたっちことは本当に、まあおかわりにして食いに来てくれた人も何人もおりました。あとはどうなんだろう、やっぱりちゃんこっていうぐらいで、おとちゃんお母ちゃんと子供っていうんだろうか、おとちゃんお母ちゃんとその子で、まあ家族で食べるのがやっぱいいんだろうなということで、3人なら3人、4人なら4人でこう同じ料理を食べて、まあまあこれなんだ、これはうめえな、これはなんだ、これは初めて食うたな、このつゆはまあこういう、まあこれはなかなかうめえなとか、そういうことで、まあ話題を共有してというか食べて、おめかったな、さてどうする、お父ちゃんはじゃあ酒一杯飲もうかということになったりとかしたわけでして、でどうせ飲むなら、今回3種類を選んでもろうて、いちごの半分、5尺っつうんだか、いや90ミリリットルの3種類、例えば県外の酒3本用意したんですけど、その3種類を飲み比べてくださいというような、そんなセットを、まあ、組み合わせ選ぶのはお客さんの自由なんですけど、自由に選んでもらう3種飲み比べセットみたいなのを考えまして、楽しんでもらったということで、まあ、ちゃんこ丼1つとコップに3種類の酒が入ってしまうと、それは同時に持つことはできんということで、まあまあ、20センチぐらいの四角のお盆も用意しまして、まあ、適度に使ってもろたというような、そんな感じでしたか。はい、で、まあなんていうか、皆さんそれぞれ、食い終わった後に、器をと箸を返しに来るときはうめかったと言うてくれたわけです。まあこっちは真に受け取りますがっていう感じで、次回いつになるんだろう、今度はまた冬にあるのか、上の京町通りで、京町お江戸祭りっていうのがあるのかどうのか分かりませんけど、その時になったらまた出て、今日はまあ今回味噌炊きだって、前田さん来た時は、湯豆腐かつお節の醤油ちゃんこ、タレのちゃんこだって、今度は何しようかなと、今度は鶏行こうかなと、前さん来た時も鶏だったんだけど、鶏のこだ、そっぽ炊き、鶏ガラで出汁を取った、また醤油とみりんの返し、みりんで出汁を取ってっていうような、
だしを取ってるだしのつゆにしてやろうかなともう考えとんですけど、あれはちょっとまた時間かかるんだよな、だし取るのに、あのスープ取るのに、鶏ガラ潰してとか、そう潰さんでもいいんだかな、やるんですけども、まあそれなりの時間をかけて今度は久しぶりにソップだけ挑戦してみようかなと思っております。はい、まあ、今回本当に、もう少し、時間を想定して、いろいろちゃんこ用意すればよかったかなと思っておりました、思いました。まあ、酒の方は今日これ、新潟県外の今日使った、酒の3本の酒の残りをこうやって飲んでおります。今面白いことに、この全体の半分ぐらいを杉錦の安八、木本作りの安八、軽快な超辛口の、度数低めのやつと、この夏に出た生酒、奈良県の水流の純米、純米生かと、あとは先月9月に出たばっかりの、まあ、秋の酒、花垣の純米冷やおろし、これを、安八が半分で、水流の生が半分、その半分と、花垣の冷やおろしがその半分ということで211に入れてみて今飲んでおります。なんでかっちゅうと、別々でも当然飲んだわけなんですけど、まあ一つにまとめてしもうて、今日のその北沢線香場のあの雰囲気をこう密かにというか、もう一回じっくりと思い出しながら、お客さんが少ないところで、出し物が出たりとか、そういう人のその、踊っとるような姿を想像してみて、あの人たちお客さんもおらん中で、ゼロじゃねえんだけどおらん中で踊っとって、せっかくなら一平ごとの人、一平の大勢の人の前でやってもらえれば楽しいだろうなと思いながら、徐々に時間が経ってくると、最終の出し物は鼓動の太鼓なもんですから、それに近づくと徐々にお客さんが入ってくるという、まあうまい具合にできとるなと思いながら、そういう今日の昼間の思い出、あの様子を思い浮かべながら飲んでおります。はい、酒は3つの酒の特徴が、それぞれ出とるのかなと、まあ、勝手に決めつけてというか思い込みで飲んでおります。もちろん関してです。はい、日が落ちて4時半ぐらいになったら、もうなんか急に涼しいなってきて、寒くなってきて1枚着込んだわけなんですけども、それをその頃になってお客さん来ると、やっぱり缶しますかっていうと、何人も缶してくださいっていう人もおりました。またいや冷やのままでいいけど、あの日本酒で温まりてるんだっていうか、いう人もおりました。まあ日本酒、特に、このぐらいのクラスの日本酒っていうのは、俺思うに、体をただ温めるだけのもんではねえと思いますから、しっかりと味を飲んでもらいたい、そういう酒なんです。今日のお客さんがどうのこうのっつんじゃねえて、まあ今日隣の新潟から来られた A さんもやっぱり酒、いいことがあった時にやっぱり飲むのが一番うめえよなっていうような感じの話になりまして、まあ、悲しいことがあったつまらん時に飲む、そういうのをなんかこう癒してくれる酒もいいんだけどっちゅって、楽しいことがあっていいことがあって、その後に飲む酒っちゃ楽しいよなと、でその人が言うには、その子供が自分の顔を見とると、酒をこう継がれた時に、つか自分で継いとる時のことなのかな、こう楽しそうな顔、嬉しそうな顔して飲んどるよなっつって、息子さんが言うとったそうです。そういう楽しい酒が一番いいんじゃねえかなと思って、今日なんかも、10時に行って帰ってきたのが、
6時半ぐらいだったんだかな、もうずっと、ほとんど立ちっぱなしで、もう後半になると思ってたけど、今度は立っとられんで椅子に座りながら、ありがたいことに本当にあの応援に駆けつけてくれた方、お客さん、まあ、先輩になる、大先輩になるお客さん一人おりまして、いろいろ手伝ってもらいました。本当になんかそのなんつうんだろう、なんとかに乗って言葉が出てこんな、まあ本当に黙ってすぐ後ろにおって、そのうちじゃあこっちやるから、ちょっと休んどれやとかいう感じで、そんな感じで、ちゃんこモルモンとかやってくれまして、非常に助かったもんだ、ありがてえことだと思いました。本当今日7時ぐらいに会場が終わったんだと思いますが、明日、片付けがあるということで、明日起きた時にはちっちゃい体調もようなっとんじゃねえかなと、まあ腰の痛いのも治っとんじゃねえかなと思いながら、この後寝て、しっかり寝て、朝はまた4時前に起きて、工事のお乳飲んで、明日はまあ早朝ウォーキングだな、天気大丈夫だと思うんだけど、早朝ウォーキングして、それから飯を食うたら、片付け、ちょっとでも顔出して、片付けに来ましたっていうの顔して、ちょっとなんかやっとるふりでもしようかなと思っております。はい、ということで、未来の北沢とランタンフェスティバル無事に終わりました。次の相川の、車座の仕掛けは何でしょうか。やっぱ12月なんだかな、楽しみにしております。はい、以上です。佐藤伊藤酒店晩酌1号1A でした。